カラー油を入れるとこの覗き窓を見ていただいたら2本赤い線が見えます。この2本手前と向こう側と2本ありまして、この向こう側の線まで、入れてください。閉めます。針の交換はえぐりがある方を、裏側にして、一番上まで差し込んでネジを締めます。右も左も同じです。針の長さは、左右、異なりますが、一番奥まで刺してください。そして糸の通し方はこういうふうに通してください。下からこの皿の皿と皿の間に入れます。そして下糸は、そして、これは手前へ回ります。こういうふうに通して、そしてこういうふうに通して、で5センチほど垂らしておきます。そしてこれを締めて、これも締めて、これが、ネジになっております。ストッパーです。ラッパを取り付けてください。こういうふうに取り付けます。多少この左右このネジを緩めて調整してください。以上ですね。